こんにちは。こんにちは。ゆるゆくマネーについて語るラジオ、マネラジ。はい。ありがとうございます。じゃあ第6回ですか。6回も続いてますね。ありがたい話です。すごいですね。本当に、はい。このポッドキャストは、はい、ゆるくマネーについて語るラジオ、マネラジということで、はい、うんうん、カフェ、食事中、旅行先、買い物中などで、はい、うんうん、ちょっとしたことから深い話まで、はい、まあ、気軽に話す感覚で、うん、ゆるくお金や人生について語ろうじゃないかというポッドキャストです。はい、はい、本当にこうゆるく毎回お届けしますけどね。そうですね、はい、まあ、ちょっと前回ね、はい、説明チックになっちゃったんですけど、まあね、あれはどうしてもちょっと課題ね、まあ、そうですね、説明になっちゃったんで、ご質問に答えるような、はいはい、ラジオになってしまったんですけども、はい、もうお役に立てたでしょうか ね、はい、では筋書きのないドラマで、ね、うん、今回もとことん話していこうと思っておるんですけども、はい、はいはいはい、というわけでまた冒頭ですけれども、うん、はい、うん、お便りが届きましたね。嬉しいな、なんか最近嬉しいですよね。リアルファンが増えてきましたね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、群馬県在住のヒロさん、ヒロさん、はい、はい、より富士さん、高山さん、こんにちは。こんにちは。マネラジを YouTube で聞いています。はい、私も投資に興味を持っています、うんうん、でも毎日仕事で疲れて帰ってきて、うん、なかなか他のことをする時間がありません、うん、お二人はいつ投資と、うん、投資をされているのですか、はい、教えてくださいということで、はい、これリアルに答えちゃっていいんですかね。いいですよ、行きましょう行きましょう、ゆるくいっちゃいましょう、ゆるくいっちゃいましょうって、はいはい、どうですか高山さん。私はぶっちゃけ仕事の合間ですかね。あ、まあ、僕も実はスタッフに怒られそうですけどね。はいはいはい、まあ、でも、うん、そうですよね、合間に、はい、あ、どこでじゃあそう調べられてるんですか、そういう情報というか。あ、私はあの前回もお伝えした、はい、あの SBI 証券ってところで口座開いてるんですけど、うん、はいはい、そこであのそういう銘柄情報とか見れるんですね、うん、あとマーケット情報とか、はいはい、そこで結構調べてたり、うん、あとヤフーバイナンスかな、うん、結構よく使ってますね。なるほど、はい、僕は、うん、まあ、もちろん日経とか、うん、あとはブルームバーグって知ってますかね。あー、ブルームバーグね、はいはいはい、っていう情報サイトとか、はい、あとはですね、株はもう株タンっていうサイトがすごいんですよ、うん、なるほど、はい、これでもう銘柄の情報、うん、銘柄っていうのは企業のことですね、はいはい、情報が全部載ってるので、うん、なるほど、決算情報から、うん、まあ、例えばニュースとか、はいはい、そういうのも全部載ってて、うん、まあ、すごい見やすくて便利だなと。なるほど、はい、でそれはまあ仕事の合間だったり、うん、あとは仕事、まあ、寝る前ですね、はいはい、寝る前とか、うん、まあ、朝早く起きて、はい、その時間にチェックすると、うんうん、はい、まあ、やっぱり日本の、ね、株式市場っていうのは、はい、まあ、日本時間の朝9時から3時までですけども、はいはいはい、うん、まあ、世界を見るとアメリカとかは僕らが寝てる間に動いてるわけですから、うんうん、はい、その、まあ、世界の株式の情報っていうのをちゃんとチェックして朝に臨まないと、うんうん、なるほど、その流れ引き継いじゃうんでね。なるほど、なるほど、はい、そういう風にチェックしてたりしてます。あ、なるほど、ちょっと専門的ですねやっぱりね。そうですね、すみません。そうですね、なるほど、なるほど、まあ、はい、まあ、うん、毎日仕事で疲れて帰ってきてなかなかできないということなんですけど。疲れますね、疲れますよね毎日ね。そうですね、はい、まあ、でも例えば投資が好きだったら、うん、まあ、好きな時間に時間を割くのって別にできるじゃないですか、はい、そうですね、うん、はい、だからまずは、うん、その好きな企業っていうか相手を見つけてほしいんだよなと、うんうん、なるほど、はい、大事ですね。ちょっと恋愛チックになっちゃうんですけどね。大事ですよね、はい、まあ、そうすることで、はい、例えばですね、もうヒロさんが、はい、もう美容がすごく好きだということであれば、うん、はい、まあ、その使っている化粧の会社とか、うんうん、まあ、例えばポーラとか、はいはい、まあ、そういうのを見つけて、はい、まあ、いいなと思えばそこの企業をたくさん調べてですね、うんうん、買ってみればいいと思いますし、はいはい、まあ、美容じゃなくて、うん、まあ、やっぱりゲームが結構好きだと、はいはい、まあ、疲れて時間がないっていうものでゲームやってるかちょっとわかんないですけど、ね、まあ、でも気晴らしにね、もしかしたらゲームやってるかもしれないですから、はい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 、でそのゲームやってる会社の株をちょっと見てみてると、うん、まあ、企業の、はい、企業理念だったりとか、うんうん、まあ、どんな経営者なのかなとか、はいはい、まあ、そういったことから興味が出てくると思うんですよね、まあ、そういうので、うん、まずは興味を持っていただくっていうことが少し大事なポイントなのかなと、はい、なるほど、はいはい、こういった相談もありますかね。そうですね、やっぱり最初からなんか何の銘柄買えばいいですかって、はい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 、そういう人多いじゃないですか、はい、でも私もそのあんまり投資助言業とか持ってないんでね、はい、あまり銘柄名とかはっきり言えないんですけど、うんうん、ただやっぱり一番のポイントは興味あることとか好きなものだといろいろ調べようっていう気持ちもあると思うので、うんうん、それは大事なポイントかなっていうのは
あると思いますね、うんうんうん、あとまあ前回も前の時かなもう言ったと思うんですけど、うんはい、あのよく行くお店とかだと、うん、本当にあのにぎわってるなとか、うんうん、なんか最近客足がなんかこう少なくなってるなってこう実感できると思うので、うんうん、それでこうなんかこの会社売り上げ伸びてるか伸びてないかなっていうのも分かると思うから、うんうん、そういうのもいいんじゃないかなと思いますよね、うんうん、はい、まあ、あの結局そのどの銘柄を買おうかなって言った時は、うん、第1回の、はい、まあ、恋愛とマネーについて、ね、語った時にそうです、ね、だったりとかあとは第2回の旅行とマネーの時のそうですね参考に、うん、まあ、選んでいてほしいなと思うんですよね、はいはい、であとは、まあ、まあこれは買う時の話になっちゃうんですけど、うん、結構難しいのがお別れ時なんですよ、うん、そう本当ねこれねお別れ時間違えるとね、はい、本当にあの大損しますんでね大損しますえ、はい、私も本当にあのかなり損した経験もありますも僕もありますねやっぱり損すると、はい、いつか戻るんじゃないかって人間って思ってしまって、うん、あと損って嫌じゃないですか、はい、そうですね確定させるとかね、はい、そうなんですよ、はい、で見なかったふりとかしちゃうと、はい、もうさらに下がってるってことはあるのでありますよね、はい、なので、まあ、そのお別れ時っていうのはじゃあどうしたらいいでしょうか、うん、いやもうこれはですねあの、はい、まあ、投資で言えばね、うんうん、やっぱり、まあ、10% とか 20% も下がったら売るっていう、まあ、自分なりのルールを決めておくってことが大事かなと、うん、なるほど思いますね、はいはい、下がったら必ず売るとでも売れないかもしれないですけどね売れないかもしれないんですけど、はいはい、でもそういうふうに言ってるとどんどん自分の経験上ですねはい、はい、あの1回下がって、まあ、もう元に戻るだろうと思ってて、うんうん、仕事がすごい忙しくなっちゃって全然見れなかった時があったんですね、うん、そしたらもうほとんどもう利益が何だろうもう倒産に近い感じにまで追い込まれてまして、うんうんうん、その銘柄が、はいはいはいね、はい、もう全然ですねだから例えば何かの理由でですね、うん、ニュースで、まあ、商品が全然売れなかったみたいなニュースがあった時には、うん、まあ、その企業の成長力ってないから、はい、もうそこを諦めて売るっていうことをしないといけないんですよね、うんうんうん、まあ、そういうふうな状況を見て、うん、はい、必ず売ると決めてスタートした方がいいかもしれないですね、はい、まずいつ売るんだっていう出口を意識してから買うと、うん、はい、はい、まあ、あの恋愛でも結構同じこと言えるのかなと、あ、そう、恋愛と、はい、恋愛のお別れ時と、うん、投資のお別れ時似てるって思ってるんですけども、うん、なるほどなるほど、はい、はい、まあ誰にでもですね、はい、まあ、一つや二つ、はい、あの苦い恋愛経験ってあるんじゃないかな、なるほど付き合い始めは、ね、はい、例えば優しいし、はい、イケメンだし、はい、仕事もできると思ってた人が、はいはい、なんか付き合っていくにつれて、うん、なんかだら、あれ意外にだらしなくないとか、これ結構ありますよね、ありますよね、ありますよね、結構僕は大丈夫ですよ、僕は大丈夫ですよ、あれ結構なんかパターンとしては多いかなと思いますけどね、はいはいはい、でもね、そうですね、自分が選んだ人だから、はい、そんなはずはないって思っちゃうんですよね、そうそうそう、なかなか ね認められないよね、この自分の選択が間違いだったって認められない、そうなんですよ、うん、そうするとずるずる付き合ってしまうと、付き合ってしまう、ほらこれって株式投資でも同じな感じしません？そうね、自分が選んだ銘柄だから間違いない、自分がこう考えて分析したからそうそう、この株買ったんだと、そうそうそう、絶対上がると、上がる、でも誰しもそういうふうに思っちゃうんです、思っちゃう、はい、まあ、そういうふうな感じで、まあ、でも本当に収益性、安全性、成長性って見た時に、はいはい、まあ、問題ないっていうんであればそれは信じていただいてもいいのかもしれないんですけども、はいはい、まあ、あまりちょっと良くないのに下がりすぎちゃって、うん、ね、まだ持ってよ、一時なのかどうかもあるよね、まあ、そうですね、うん、まあ、この前 の, あのイギリスの EU 離脱の時は大きくどの株もですね、はいはい、まあ、下がったので、まあ、そういう時はまあ、問題ないというふうに考えてもいいと思うんですけども、うん、まあ、個別企業の要因で、うん、まあ、下がってると、うん、商品が売れない、ね、サービスがもう全然ダウンロードとか止まっちゃったとか、うん、そういうのがあれば、うん、まあ、やっぱり手放し時なのかなと、はい、はい、まあ、ちょっと別れ時のポイントをですね、まあ、ちょっと僭越ながらお伝えさせていただきますと、ぜひお伝えしてください、はい、なかなかまず、ね、はい、まあ、じゃあ恋の別れ時ポイントから考えてみましょうか、はい、はいはい、まあ、恋の別れ時ポイントは、はい、付き合い始めの時のような魅力がなくなった時、うん、なくなった時、はい、これどういうことかというと、なるほど、デートが楽しくないとか、うん、一緒にいても楽しくない、はい、相手の行動に腹が立つようになる、あと相手の匂いが気になる、あの好きな時は何でもありだけどね、そうですね、なんかちょっとしたことが嫌になるよね、そうですね、あとは借金などでお金面での問題が出た時とか、うん、はいはいはい、だらしない、はい、あとこれポイントなんですけど、他にいい男が出てきた時とか、あ、ありがとう、これ乗り換え時だと
乗り換え時だって他の人が魅力さえ魅力的なんですから。そうですよね、はい、もう乗り換えちゃえっていう、はい、そっちの方が自分はプラスになるんですから。なるほどなるほど、はい、男性の皆さんお気をつけください。で、壁の分かれ時ポイントは、はいはい、うん、まあ、同じように購入した時ほど魅力がなくなった時、うん、はい、でこの株割安だなと思ったのが、うんうん、あれなんか割高じゃない、うん、と思っちゃった時、はいはい、まあ、あとは商品やサービス性が下がったとか、うんうん、あと経営陣が変わって会社の雰囲気が変わっちゃったとか、うん、あと業績が悪いのがずっと続いてるとか、はいはい、で周りの評判ですね、あの口コミも良くなくて、うん、まあ、株価が下がり基調という時、はいはい、うん、あとはまあ、これ配当とか株主優待をメインで買う方もいらっしゃると思うんですけども、うん、それがなんかなくなっちゃったとか、あ、はいはい、まあ、そうすると持つ理由がなくなると思うので、うん、あとは、まあ、恋のとこでも言いましたけど、他にいい銘柄が出てきた、うん、はいはい、そっちは乗り換えちゃいましょう、乗り換えちゃいましょうっていう、はい、だから他にいい男、はい、まあ、銘柄が出てきた時はまさに乗り換え時と、はい、うんうん、でこれ以上長く付き合っていてもメリットがないと思えばすぐに行動してくださいと、うん、ポイントはすぐにってとこですね。すぐにってことですね。そうするとこうズルズルになっちゃって、はい、もう大やけどしますからね。そうなんですよ、はい、はいはい、うん、ね、で、ね、恋愛じゃなくて、まあ、例えばじゃ結婚してる場合どうなんだっていうね、あ、時もあると思うので、結構まだ一段重い話ですね。そうですね、はい、まあ、でもちょっとあえて言うならば、はい、結婚してる場合はすっぱり別れられるように稼ぎ力をつけておこうと、うん、ね、自分がね経済的に依存しちゃってたら離婚できないと思うので、うん、それは大事なことですね。稼ぎ力を身につけるっていう。そうなんですよ、うん、本当に、ね、うん、8月30日のニュースで、はいはい、配偶者控除が、うん、はい、ね、なくなる、見直しされるというような話もあったので、はいはい、ね、ちょっとね珍しくニュースについても触れてるんですけど配偶者控除は分かりますかね、これ皆さんね、うん、どうですか、説明してください。配偶者控除って、はい、年収103万円以下で働いてる、よくパートの方いらっしゃると思うんですけれども、その103万円以下で働いてらっしゃる方は、まあ、配偶者控除って言って、旦那さんの、まあ、税金がこう優遇されるような、まあ、所得控除っていう制度があるんですね。まあ、詳しくは私たちの新刊を新刊何でしたっけ、税金を減らしてお金持ちになるすごい方法です。おい、はい、ありがとうございます、はい、見てほしいんですけど、はい、まあ、その制度が廃止されるかもしれないということなので、うんうん、まあ、女性ももその103万円以下にね、抑えるとかそういうんじゃなくて、どんどんこう働いて自立していきましょうっていう後押しなのかなと思うんですけどね、うん、そうですね、はい、まあ、だから、まあ、自分らしく生きるために働くっていうのはいいと思うんですよね、うんうん、はい、その周りとの、まあ、つながりもありますし、まあ、毎日が楽しいと思うんですよね、はい、でお金が貯まれば自分の好きな趣味だったりとか、はい、まあ、今回話した投資をしていただいたりとか、はい、まあ、離婚もできちゃう、離婚もできちゃう、まあ、離婚をおすすめしてるわけじゃないので、いざとなればってことですね、はい、まあ、いざとなったらそうですね、はい、まあ、そういう面で、まあ、稼ぎ力をつけておくっていうことは、はい、いい、ね、大事なのかなと、はい、はい、ちょっと、はい、派生してしまったんですけども、はい、ヒロさんね、投資はいつされてるんですかって話でしたが、はいはい、まあ合間、仕事の合間とか、合間に、まあ、寝る前、そうですね、あと朝早く起きてやっているというところですね、うんうん、はい、で、まあ、どういうところで見てんのっていうのは SBI 証券、はい、ネット証券、これ便利なところはここですよね、はい、24時間に全部取引で、ね、そのアプリで、まあ、ニュースとか見てたりとか、うん、はい、あとはヤフーファイナンス、うんうん、あとはカブタンっていうものだったり、はい、あとは日経、あとはブルームバーグですね、はい、っていうところで情報を取得しているというところですかね、うん、はい、はい、で、まあ、お別れ時の話もちょっと少ししましたけども、そうですね、はい、はい、まあ、それも参考にしながら、はい、まあ、買うのも結構難しいんですけども、うん、まあ、お別れする時の方がさらに難しいので、そうですね、で今は、ね、損した時の話でお別れ時の方に行きましたけども、はいはい、まあ、じゃあ儲かっている時もいつ売ったらいいのかっていうのも結構難しいので、それはなんか 10% 上がったらとか 20% 上がったら、うん、売ろうっていうのをあらかじめ決めといてもいいのかなというところですよね。そうですね、やっぱルールを決めるってこと、うん、はい、自分でルールを設定して、うん、売る時のことを考えてから買うと、うん、はい、はい、まあ、そういうことですよね、はい、はい、まあ、いわゆる出口も考えようってことですよね。そうですよね、はい、これ大事だと思いますよね、はい、はい、で最後にですね、ちょっと配偶者控除の話しましたけども、はい、まあ、女性の皆さん、うんうん、働いてですね稼ぎ力をつけて、はい、うん、
まあ、自分らしく生きるっていうことをやっていただけたらなと思います、はいはいはい、こんなところでしょうか。こんなところでしょうかね、はいはいはい、今日のなんかフレーズみたいなのありますか。今日のフレーズなんですかね、はい、やっぱり今稼ぎ力をつけて生き生きと生きれば、はい、自分の選択肢が増えるよってところです、ね、おということでね、はいはい、今日もですねお時間が来てしまったということで、はい、はい、頼藤大樹と高山和恵がお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。またね。See you。この番組ではリスナーからのご感想、ご意見、ご質問をどしどしお待ちしております。宛先は高山さんお願いします。はい、info@money&you.jp、info@money&you.jp までお寄せください。この番組はマネー&ユー頼藤大樹高山和恵制作リベラミュージックでお届けしました。こんにちは。こんにちは。ゆるくマネーについて語るラジオマネラジ。はい、始まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回で7回目と7回目。はい、ありがたいですね。ありがたいですね、はいはい、このポッドキャストは、はい、ゆるくマネーについて語るラジオマネラジということで、はいはい、カフェ、食事中、はい、旅行先、うんうん、買い物中などで、はい、ちょっとしたことから深い話まで、うん、気軽に話す感覚で、うん、ゆるーく、はい、お金や人生について語ろうじゃないかというポッドキャストです。はい、もうゆるゆるの番組ですね。はい、はい、このポッドキャストは筋書きのないドラマで、はい、とことん話していこうと思っています。はい、はい、じゃあ今日も筋書きのない感じで、はいはい、お届けできればと思いますが、はい、はい、で今回のテーマはですね、はい、ショッピング×お金と、はい、マネーということで、かけるお金いいですね、はい、ということでね、はい、高山さんショッピング大好きですね。大好きですね。はい、しょっちゅう行ってますね。しょっちゅう行ってますか。はいはい。どういうところでショッピングされるんですか。あ、もうデパート行ったりとか、はい、あと路面店とかも結構好きですかね。おー、もういろんなところに出没しております。はい、アウトレットも大好きですし、使うときはバーンって使っちゃうんですね。いや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 、メリハリをつけて。結構声でかくなりました今。あ、すいません、はい、メリハリを使っておりますが、はいはいはい、どんな感じで、じゃあこのお得なポイントみたいなのあるんですか、はい、買い物するときにショッピングで。まあそうですね、まあでもあらかじめ、うん、まあ被らないようにね、たくさん持ってるような洋服何枚も同じようなの買わないように、はい、クローゼットの中身もちゃんとチェックして、はいはいはい、持ってないような洋服を選んだりとか、はい、でファミリーセールを狙っていったりとか。もうファミリーセールはもうこれ結構ね、これ人脈が大切なんですけどね、はい、そういうところに勤めてる友達からもらったりとかして行ってますね、はいはい、あとは前のポッドキャストでも言ってましたけど、ポイントカードをフル活用。もうフル活用ですね。ポイントカードとか、はい、はいはいはい、あとはね、まあ、FP だからご存知だと思うんですけど、デパート積み立てみたいな、はい、もうこれね、2つのデパートでやってます。ちなみにどことどちら。高島屋と伊勢丹で、はい、王道のね、はい、王道のね、ところでやってますね、はいはい、で、まあ、聞いてる皆さん、デパート積み立てなんだよっていう方もいらっしゃると思うので、うん、はい、ご説明をお願いいたします。はい、デパート積み立てはですね、はい、私は毎月1万円の積み立てをやってるんですけれども、はいはいはい、それ12ヶ月、まあ、積み立てて、これ1年で満期なんですね、はい、そうするとプラスもう1万円、つまりこう総額13万円の、おー、じゃあ12万円が13万円になると。そう、お、商品券って返ってくるっていう、はい、そういう。年利換算だとどれぐらいなんですか。8.3%。 おお、すごいですね。すごくないですか。今時ないですよね。今時ないですよね。だって定期預金は今 0.01% ですもんね、はいはい、すごいですね。そうなんです。800倍。800倍ぐらい。もうちょっとか。800倍か。大丈夫ですか。800倍ってことですね。はい、すごいですね。すごいでしょ。おー、はい、なるほど。これデパートね、利用する人はいいんじゃないかなと思いますけれども、はい、はい、うん、なるほどですね、はい。いろいろ積み立てのコースの金額とかもあるんですか。うん、そうですね、1万円から、はい、3000円程度から。あ、3000円から積み立てるところによってあって、3000円、5000円、はいはい、1万円、3万円、5万円、うんうんうん、金額は選べるんですけれども、はい、まあ、大体みんな1万円とかでやってる人多いんじゃないかなと思いますけどね。はいはいはい、はい、
まああれですよね、デパート積み立ては、うん、そういう伊勢丹とか高島屋で買い物しない人にとっては意味がない、はい、まあそうですね、まあ、なんかそのデパート積み立てってよくなんか金融商品例えられちゃうじゃないですか、はい、でも買い物しないんだったら意味ないですよね。まあそうですね、だってそれが金券に変えられるわけじゃないですよね、うん、そうですね、はい、そこでやっぱり利用する人が、まあ、お得なんじゃないかっていうところにはなりますけどね、はい、その12万円が13万円になるってこと以外はなんかデパート積み立ての魅力って他にもあるんですか。あとね、はい、それデパート積み立てをすると、まあ、友の会っていうのの会員になるんですけれども、デパート積み立て友の会、サークルみたいなやつですか。サークルっていうか、ね、会員になるんですけど、はい、まあ、会員限定のまたお得なセールがあったりとか、あと伊勢丹とかだとですね、うん、友の会の人はレストランとかで、うん、はい、その友の会の会員証を提示すると、うん、10% オフでランチができるよとか、そういうお得な制度もいろいろありますね、はい、あとはデパートでやってる催事とかあるじゃないですか、はいはい、あれ無料で入れたりとか、はい、そういう特典がいろいろあります、はい、なるほど、うん、結構まあ聞くと便利な いい制度ですよね、まあ、本当に活用する人にとってはね、すごいよく行く人にとってはいいと思いますけどね、はいはい、でも、うん、例えば毎月の1万円が厳しくなったら、うん、その時ってどうなっちゃうんですか。あ、その時はね、積み立てやめることが、ストップすることが、減額もできる、ん、減額、あ、減額することもただね、デパートによるのでそれ確認しないといけない。なるほど、はい、で途中で辞めた場合はどうなっちゃうんですか。途中で辞めた場合、辞めた場合はもうずっとその今まで積み立ててきたところでも終わってしまいますので、終わっちゃう、はい、じゃあその1年間積み立てないと1万円はもらえない、うん、そうですね、途中まで積み立てたのに、はい、なんか5000円とかそういうのはもらえないってことですか。そうですね、そういうことなんですね。そういうことですね、はい、じゃあ満期前に解約すると、うん、もらえないと。そう、もらえない。だけど元本割れはしない。元本割れはしない、しないということですね、はい、しないということですね、うんうんうん、まあ、なので無理のない金額設定で やりましょうっていう。なるほど、はい、それがデパート積み立ての注意点。デパート積み立ての注意点ですね、はい、なるほどな、はい、まあいいですね、はいはい、だからショッピング好きな人は積極的にこうデパート積み立てっていうのを使った方がそうです、ね、まあ、お得ですよと。そうですね、あとはもうその、ね、例えば13万なら13万以内でもうお買い物しようってこう予算立ても一応できるかなというのがあるので、無駄に出費しなくても済むかなと、うん、なるほど、はい、まあ、ショッピングマネーということで、はい、あと最近気になってるなんか、はい、まあ、サービスとして、はい、エアクローゼットって聞いたことありますか。あ、なんか聞いたことありますね。エアクロって言ったりするんですけど、あ、周りでなんかね、使ってる人いるって聞きましたけど、はいはいはい、とうとうそういうレンタルが服のレンタルまで来たかというとこなんですよ。へー、だから自分で服を所有しなくても、うん、こうエアクロっていうサービスだとこうスタイリストが選んだ服をレンタルすることができる。あ、スタイリストが選んでくれるんですか。そうなんですよ、すごいですね。結構それがね、うん、自分に合ったようにこう、うん、ね、選んでくれる服っていうのを着れるから、へえ、はいはい、なんか最近人気があってメディアにも取り上げられてるんですよね。これ月額とか料金ってどんな感じなんですか。月額は、はい、そうですね、なんか2種類あるみたいで、はいはい、レギュラープランとライトプランっていうのがあって、うんうん、レギュラープランだと、まあ、月、まあ、税抜き価格で9800円と。うーん、でライトプランっていうのは、うん、そうです、はいはい、月6800円、はいはい、ライトプランは月1回3着までみたいですね。へえ、レギュラープランだと 無制限と、はい、でこれはですね、なんか返却の期限なくて、はい、で送料クリーニング料不要で、へえ、うん、あとは気に入った服だったら買ってもいいと、はい、あ、買えちゃうんですか。そうなんですよ。いいじゃないですか、はい、はい、でレギュラーの方はその、はい、無制限なんで交換回数が無制限みたいですね、はいはいはい、へえ、はいはい、そんな制度も、そんな制度というかサービスもあると。なるほど、うん、でもどうなんですかね。でも結構やっぱり月額これ9000円、1万円ぐらい、1万円ぐらいですね、払ってて、はい、こうちょっと自分の服自分のものにならないわって思う人もいるんじゃないかなと思うんですけど、はい、いると思いますし、まあ、高山さんみたいにショッピングが好きな方にとってはあまり、はい、まあ、メリットがない、はい、けども、はい、まあ、経済的に考えて、うん、はい、まあ、別に自分で保管するのもめんどくさいし、うん、っていう感じであれば、うん、まあ、利用してもいい制度のサービスの一つかもしれないですよね。なるほど、はい、最近どうですか。なんか若い方見てるとね、はい、結構レンタルだったりシェアだったり、はいはい、そういうのが今文化としてすごく根付いてるのかなというふうに思うんですけど、根付いてますよね、まあ、家のね、うん、泊まらせるっていうのも Airbnb っていうのが、ね、 あ、 はいはいはい、あったりとか、うんうん、はい、まあ、民泊っていうこともそうですね、最近民泊、はい、はい、
まあ、そういうふうにどんどんシェアっていうのは広まっていくんじゃないですかね。まあ、あまりその日本では有名にはなってないですけど、はい、車の自分の車のシェアとかそういうのもあったりとかあ、はいはいはい、あるんで、はいね、あとは駐車場のシェアとかもあるかもしれないです、ね、なるほど、ね、ちょっとね宣伝になっちゃいますけど、自分のお父さんの会社、まあそうですね、父親の会社はですね、はい、あの大規模の駐車場を、はい、まあ、その月決めと時間貸しをミックスさせて、うん、まあ、日中ガラガラの、はい、まあ、月決めでは満車なのに日中はもう150台とかガラガラなんですよ、はいはい、でその時間をこう時間貸しを入れて、あ、あと月決めも切り分けるってことしてますね。へえ、なかなかすごい仕組み、うん、そうなんですよ、はい、だからまあ、ね、終日のプランと、うんうん、あとはまあ平日だけとか、はい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 、うんうん、あとはまあ駐車場のその定期券を女性限定とかそういうのにしたりとか、ね、女性割引とか、はいはい、シニア割引みたいな、うん、いろいろ活用して、へ、まあ、駐車場、まあ、あのその父親の会社はトライウェルっていうんですけども、まあ、駐車場が活性化してるところは、はい、街が活性化してるだろうと。あ、すごい、街が生きるには駐車場が必要だみたいな感じなので、確かに、はいはいはい、まあ、だからシェアリングエコノミーっていう言葉流行ってますよね、うん、はいはい、そういうふうな観点はどんどん広まっていくんじゃないかなと思います、うんうん、ですね、はい、まあ、だからどっちがお得かっていう観点で言えば、うんうん、まあ、お得かどうかっていうのは多分永遠に分かんないと思うんですよ、まあ、その人の価値観もありますからね。そうなんですよ ね、 このね、はい、だショッピング好きな人はデパート積み立てすればいいと思いますし、はいはい、まあ、自分で、ね、服買うのめんどくさいやと、うん、あの選んだ服でいいやっていう人はもうこういうふうにエアークロゼットとかそういうね、うん、の使えばいいのかなと。あとシンプルに暮らしたい人とかもいいですよね。まあ、そうですね、やっぱりね、服ね、うんうん、いっぱい買うとね、それぞれですごい膨張していく。そうですよね、はい、その管理大変だと思うので。そうですね、はい、はい、そうですよね、うん、であとはショッピングした時って、うん、まあ、いらない服とか出てくるきますよね、はいはい、それってじゃあどうすればいいかっていうと、はい、まあ、今ヤフオクとかありましたけど、いや実はね利用してるんですよ。利用してるんですね、はい、あの友達にやってもらって、はい、私はもうそういうのちょっとねズボラなんでダメなんですけど、はいはいはい、友達にヤフオクで売ってもらってるんですよ、はい、なるほど、まあ、そういうのもいいですし、うん、ヤフオクじゃなくて今最近は、まあ、フリマアプリっていうのもありますよね。最近流行ってるみたいですね、はいはい、なんかメルカリっていうのが多分ね最大手なのかなと思うんですけども、うんうん、はい、まあ、そういうのとか、あとは楽天が運営してるラクマっていうのもあったりとか、うーん、あとは GMO グループが運営してるミンネというのがあったりしますね、はいはい、まあ、なのでこういうふうなフリマのアプリを使って、はい、まあ、いらなくなった服をお金に換えるっていうこともすれば、あとはあの服がたまっていくので、うん、はい、ね、断捨離、はいはい、っていうのをしていけるかなと思いますね。気楽にできるもんなんですか、このアプリ。結構あの簡単にできるみたいですよ。へえ、うん、なんかまあそうですね、売り手にとっては、まあ、商品を売りやすく、買い手にとっては掘り出し物を見つけやすいみたいですね。例えばメルカリであれば、そのなんかフリマアプリによって特徴が違うみたいなんで、へ、まあ、楽天のね、あのラクマっていうものであれば、うんうん、楽天ポイントもたまるみたいなんで、あ、いいですね。そうですよね、うんうん、ポイント使いたい人にはおすすめということですね、はい、あとはさっき言ったミンネっていうのは、はい、あのなんかハンドメイド雑貨に特化したあのフリマアプリみたいで、はい、あの作品の販売を通して自分の実力を試したい人にはおすすめということなので、うん、あとはね、ハンドメイト雑貨が好きな買い手にもとっても嬉しいサービスなのかなというところですね、うん、なるほど、はいはい、どうでしょうか、ショッピング×マネーということでお話ししましたけども、はいはい、なるほど、ちゃんとね、やっぱり売るところまで考えてお得にね、そうですね、っていうところは大事だなと、はい、はい、ということです、はいはい、ではここでお便りまた来ておりますので、また嬉しい、ありがたいことです、ありがたいことですね、はい、栃木県在住の夏さん、夏、はい、さん、はい、頼藤さん、高山さん、こんにちは。こんにちは。お二人のお話を聞いて、お金についていろいろと考えさせられています、うんうん、私は気がつけばアラフォーになってしまいました、はいはい、夫と二人、老後の資金について考えないとと思っているところです、うん、はい、あと20年から25年でなんとかお金を増やしたいんですが、どうしたらいいでしょうかと。ほう、これね、はい、老後いくら必要なのかって、まずそもそもそこですよね。そうですね、ズバリ老後でいくら必要なんでしょうか。
これね、夫婦お二人で、はい、まあ、大体3000万から4000万円ぐらい、なるほど、必要かなと。はいはい、それはあれですよね、うん、必要最低限、そう、基本生活、基本生活、はい、が4000万円ほどと、はいはい、じゃあゆとりある生活したいときはどうすればですかね。だって旅行とか行きたいじゃないですか、旅行とか、うん、なんかホテルランチとか、はい、ね、あとショッピングもしたいですし、そうですね、あとはね、自分が60歳ちょっと想像したら、孫がいたら孫にプレゼントとかも買いたいですよね。そうですね、やっぱお金ないと孫に嫌われそうですよ ね、あとは最終的にグレードの高い老人ホームとか入りたいじゃないですか。入りたいですね最後はね、はいはい、いくらですか。そうするとね、あの6000万くらい必要なんです。6000万か7000万7000万くらい必要かなというところですね。なるほど、うん、でちょっと老後資金1億円必要っていうのはちょっと煽りすぎなんですかね。まあ煽りすぎですね。ただ今これからの年金制度ってね、うん、今と同じように出るかっていう問題もあると思いますし、うんうん、まあ多く用意できればそれに越したことはないかなっていうのはあるのかなと思いますけどね、うん、はい、じゃあその基本生活費の4000万あとゆとりある老後だと7000万、はい、これはどうやって貯めればいいんですか。これはですね、はい、まあ、まさにその私たちの新刊なんですけれども、来ましたね、来ましたね、まあ、はい、まさにあの確定拠出年金と、はい、いう制度であの税金をあの優遇を受けながら、はい、毎月、まあ、投資信託っていうね、まあ、またこれも後からちょっとねあのでお話できればと思うんですけど、はい、という商品で毎月月コツコツ積み立てていくっていうような、うん、ことでやっていただければいいのかな、うん、なるほど、はい、長期積み立て、はい、分散投資、はいはい、そして税金の優遇、税金の優遇ということでね、はい、はい、ね、確定拠出年金ね、ちょっとなんだよと思った方は、はい、まあ、ぜひ本をね新刊ですよね、新刊、はいはい、新刊の、はい、まあ、税金を減らしてお金持ちになるすごい方法、はい、っていう本を、ね、読んでいただくか、はい、あとは、まあ、前作の金融機関が教えたがらない、はい、年利 20% の最強マネー術を読んでいただければなと思います、はい、はい、でね、またわからないところとかあれば、こちらの番組にですねメッセージを送っていただければと思いますので、はいはいはい、そんな感じでいいでしょうか。夏さんいいでしょうかね、詳しくこの辺またやりたいですね今度ね、はい、そうですね、はい、はい、というわけで今回もお時間が来てしまいました、はい、あっという間ですね。あっという間ですね。そうですね。はい。はい。はい、というわけで、頼藤大樹と高山和恵がお送りしました。またね。またね。See you。この番組では、リスナーからのご感想、ご意見、ご質問をどしどしお待ちしております。宛先は、高山さんお願いします。はい。info@moneyandyou.jp info@moneyandyou.jp までお寄せください。この番組はマネー&ユー頼藤大樹高山和恵制作リベラミュージックでお届けしました。こんにちは。こんにちは。ゆるくマネーについて語るラジオ、マネラジ。はい。はい、8回目ということで。8回目。ありがとうございます。はい。この番組はですね、はい、ゆるくマネーについて語るラジオ、マネラジということで、はい、ちょっとしたことから深い話まで気軽に友達と話す感覚でゆるくお金や人生について語ろうじゃないかというポッドキャストです。はい、本当に毎回ゆるくでお届けしております、ね、はい、通勤中とか休憩中、はい、寝る前とか朝食中など、うんうん、まあ、気軽にですね聞いていただけるような番組作りをしていますので、はい、そうですね、はい、よろしければね、はい、聞いていただければ幸いです、はい、ゆるく聞いていただきたいですね、はい、はいはい、というわけで、はい、今回のテーマですけども、はいはい、クレジットカードとマネーについていこうかなと思うんですけども、はい、あ、これ興味ある方多いんじゃないですかね。そうですよね、はい、最近問い合わせも多いので。そうですね、はいはい、というわけでですね早速なんですけども、はいはい、お便りが届いておりますので。またお便りが嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、東京都ラジオネームカステラさん。カステラちゃんかわいい、はい、頼藤さん高山さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも電車の中で楽しく聞かせていただいています、はい、私は買い物などでクレジットカードをよく使うのですが、
そもそもクレジットカードは何枚持っているのが良いのでしょうか。うん、私はなんだかんだで6枚持っています。6枚教えていただければ幸いですということなんですけど、はい、なるほど、はいはい、どうですか。そうですね、これクレジットカード、はい、結構あのキャンペーンよくやってたりね、あの今入会するとポイントが倍ですとか、はい、あの入会金無料ですよっていうね謳い文句で、はい、結構誘われる機会がある方多いんじゃないかと思うんですけども、はい、まあ、多分あれ 2、3枚くらいがいいのかなって、限度かなっていうのがあるんですけど、はいはいはい、その心はですよ、やっぱね管理がね本当にね、あの分かんなくなっちゃうと思うんですよ、はい、まず一つ目は管理が分かんなくなる、はい、分かんなくなっちゃう、はい、はい、あと二つ目はポイントが集中して貯められないかなと思う、はい、おお、なるほ ど、まあそうだと思いますね、はい、はいはい、三つ目はありますか。三つ目なんですかね、三つ目は使いすぎ、あのブランドは、はい、例えばビザとかマスターカードとか JCB とあると思うんですけども、うん、まあ、そのブランドは別々に持っておいた方がいいですよね、はいはい、だからまあそれが1個ずつとかやれば、はいはい、まあ、3個でいいってことですよね、うんうん、はい、まあ、2個だったらまあビザと JCB とか、はいはいはい、ですよね、あの使いところが多いですからね、使いところが多いからっていう観点で、はいはい、じゃあ 2,3 枚に選んだ方がいいわけですよね。 2,3 枚ぐらいがいい。その 2,3 枚どうやって選ぼうかっていう、あ、なるほど、ね、ここに来ると思いますよね、はい、ここに来ると思いますよね、はいはい、どうですか。まあ、ポイントはですね、はい、自分の日常の行動範囲を考えて作るってことがポイントなんじゃないかなと思いますけれども、はい、日常の行動範囲、はい、なるほど、あの、まあ、クレジットカードって一口に言ってもいろんな系統のカードがあるじゃないですか、うんうんうん、例えば、まあ、流通系のカードだったり、流通系っていうとスイカとかですか、まあ、とかもそうですね、あとは、あ、違うか、交通系がスイカ、交通系がスイカ、流通系っていうのは、流通系はダイエーとか、あーとか百貨店とかですか、ね、そうじゃあ伊勢丹とか、そう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 、はい、そういうものだったり、はい、あと銀行系のカードとか、なるほど、メガバンクとか、そうですね、はい、であと石油系のカードとか、これは車乗る人、そう、車乗る人用のとかって言って、はい、いろいろこうカテゴリーがあると思うんですけれども、はい、自分のライフスタイルに合ってないカード作っちゃうと、はい、あまり使わないし、そうですね、ですよね、ポイントもたまらないし、ね、あんまり意味ないのかなっていう、そうですね、僕は全然百貨店とかで買い物しないので、はい、流通系カード意味ないですね、そうですよねそうですよね、はい、全く意味ないですね。私はもうバリバリもう買い物しますんで、まあ、ということは、はい、本当にやっぱ今言った通り、はい、ライフスタイルに合ったカードを選べと、はい、これはもう今日の高山の教訓みたいな、高山の教訓1、まあ、まずはそこが、はい、日常の自分の行動範囲から考えて、そうそう、はい、考えてカードの種類を選べと、そう、それがまず一つポイントかなと思いますね、はい、うんうん、はい、ちなみに流通カードのとか、うん、それぞれのカードの特徴なんかも、うん、はい、カードの特徴、そうですね、流通系カードだとどんな特徴があるんでしょうか、はいはいはい、それはね、スーパーとか百貨店が発行しているものなんですけど、あの割引なんかの特典とかポイントサービスが充実しているものが多いのが特徴だということで、はい、うんうん、はい、まあ、本当によくあのスーパーとかね、百貨店なんで、あの買い物する人は、はい、もうすぐポイントが貯まるっていう、なるほど、使い勝手がいいんじゃないかなと思います。はい、はい、私はちなみにあの高島屋のゴールドカード持ってるんですけど、はい、すぐポイント貯まっちゃいますそう、すぐポイント貯まるっていうのはどういうことですか。還元率がね、いいんですよ。あ、還元率、還元率が非常に高いので、はいはいはい、8% か 10% ぐらいポイントの還元率が、うん、8% か 10%、 はい、例えばじゃあそれは1000円の買い物をしたら、はい、100円とかがポイント、が返ってくる、はい、通常ってあれですよね、 2% とかぐらいですよね、そうですよね、はいはい、結構高いですよね。おお、でもそれは高島屋で買い物した限定ですよ。ああ、他のところでの買い物は 1% なんですけど、ああなるほど、はい、なってしまうんですけど、ただ高島屋とかでよく買い物する人はまあすぐ頑張るのかなっていう感じですね、はい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 、なるほどですね、はい、じゃあ続きまして銀行系カード、はいはい、銀行系はこれももちろん銀行が発行しているカードになるんですけれども、はいはい、これあのキャッシュカードとクレジットカード機能が一体化されているなど、はい、銀行ならではのサービスが特徴なんじゃないかなということですね、うんうん、でもそれあの利用額や利用頻度に応じて振込手数料だったり、はい、ATM 手数料が優遇される場合があります、なるほど、ということなんですけども、これよりさん持ってます、うん、銀行系カードですか。はい、そうですね、持ってます、メガバンクの一つだけ、はいはい、うんうん、はい、これやっぱり優遇制度とか結構あるんですか。
まあ持ってますけどちょっと使ってないっていう正直な振っちゃいけない話題ですはい、そうですね。なるほど、はい、はい、うん。交通系カードはこれはですね、航空会社とか鉄道会社が発行している、まあ、はい、いわゆるこれ、まあ、スイカのクレジットカード版とか、はいはい、アナとかの、まあ、クレジットカードとかなんじゃないかなと思いますけど、うんうん、まあ、飛行機のマイレージがたまりやすくなっていたり、はい、定期券購入に使えたりと、はい、飛行機や電車をよく利用する人にはメリットが大きいんじゃないかなと、ね、なるほど、はい、僕もこれ持ってます。はい、ジャルスイカ、ここで語ってもらいましょう、はい、ジャルスイカ持ってまして。あ、そうですか、はい、はい、もうポイントも貯まるし、はい、マイルも貯まるし、お、最高ですよ。あ、はい、はい、旅とかよく行く人はいいんですかね。まあそうですね、うんうん、はい、はい、でもこれはまあ還元率もいいですし。あ、そうですか。どれぐらいなんですか。ちょっと覚えてないです今の現状はね、現状はね、はい、はい、了解しました、はい、はい、あと調べておきます。調べておきます、はい、はい、あと石油系カードですかね。石油系カード、はい、はい、これはまあ石油会社が発行しているもので、はい、ガソリン代が値引きになるのが石油系カードの特徴と、うん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 、で自動車をよく利用する人には嬉しいサービスですということで、はい、で他にもロードサービスでの特典も充実していますということなんですけれども、はい、私あの車全然乗らないので、はい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 、全くこれあのよくわからないんですけれども。そうですね、だから車が必要な社会、はい、例えば地方の方であれば、はい、石油系のクレジットカードを持つメリットはすごい大きいのかなと、うんうん、なるほど、はい、はい、ですよね、うんうん、はい、やっぱりこうやってこうライフスタイルに合わせたものを使った方がいいんじゃないかな、はい、ね、そうだと思いますね、はい、はい、なるほど、はい、というわけでじゃあ、この中から自分の、はい、まあ、いいものを、まあ、そのライフスタイルに合ったものを選ぶんですけども、はい、まあ、先ほどから何回も還元率という言葉が出てきてますよね。そうそうそう、はい、この還元率ちょっと説明していただいてもよろしいでしょうか。はいはい、はい、これはね、あの、はい、いくらの利用で何ポイント付与されるかっていう、はい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 、1ポイントにどのくらいの価値があるのかっていうのはクレジットカードによって様々なんですけれども、はい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 、ポイントがたくさん付与されるカードほどお得って皆さん思ってると思うんですが、それはそうではなくて、はい、ポイントの持つ価値が高いということも大切だってことなんですね。つまりそのポイントのお得度を知る指標になるのが還元率と。なるほど、いうことなんですよ。はい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 、例えば1000円で1ポイント貯まった場合、はい、これ1ポイントの価値が10円だったら、はい、これあの10円割る1000円かける100っていう計算式が当てはまって、10円割る1000円かける100、そう、これで還元率は 1% となります。なるほど、だからまず1ポイントでいくらの価値があるのかを考えて、はい、じゃあ1ポイントが10円だったらば10円割る1000円かける100、そう、で還元率は 1% ということですね。はい、なるほどなるほど。で結構ねこの還元率を知らないでカード利用してる人が多いので、はいはいはい、一回ちょっとこう確認してみるといいんじゃないかなと思います、はい、先ほどの JAL スイカ、はい、分かりました。あ、もう分かりました。 1.5% を還元率、はい、でちょっと JAL スイカは複雑でして、はいはいはい、スイカでのほ、のビザカードで貯まるポイントとあとマイルの方も貯まるんですよ。あ、なるほど、だちょっと難しいんですけ ど、はい、でもお得なんですよね。なるほど、はいはい、まあ、一応 1.5% って覚えておけばいいんですか。そうですね、はいはいはい、あのだからこの還元率が 1% なのか、うん、はい、まあ、0.5% なのかっていうのは結構大きな差ってことですよね。これは大きな差ですよね、はい、はい、で、還元率だけに目を取られちゃうと、はい、あれですよね、あの年会費がかかってくるときに、そう、ね、そうです、そうですよね、はい、じゃあ年会費があるときの考え方も教えてください。あ、そうですね、はい、今還元率が高いのポイントって言ったんですけど、還元率が高いカードほど年会費がかかることが多い。おー、これはまあ結構ポイントなん で、 そうなんですよね、これあの元が取れるかどうかは、はい、まあ、ポイントになりますと、はいはい、で年会費の元が取れるかどうかはちょっと皆さんメモしていてほしいんですけど、うん、はい、メモしましょう、はい、年会費割る還元率、年会費割る還元率、はい、これでかあの計算することができますんで、なるほど、じゃあ例えば年会費が、はい、先ほどじゃあ還元率 1.5% だったんで計算しやすく、はい、年会費が1500円だったら、はい、1500円割る 1.5%、はいはい、だから、年間で10万円程度利用すると、うん、元が取れる、元が取れる、なるほど、はい、ほう、難しいですね。やっぱりこの兼ね合いを見ないと難しいんですけど、はいはいはい、なるほど、はい、あ、だから年会費かかるからもうそれはやめようじゃなくて、はい、かかったとしても、うん、
これだけ使うっていう見込みがあれば、そうそうそう、高い還元率のカードを利用してもいいということですね。そういうことですね。このあたりをちょっと確認して加入することが大事ってことですね。なるほど、はい、じゃあ、まとめますと、はい、まずカードは、うん、まあ、ブランドが違うものを含めて、はい、2,3 枚持った方がいいと、はい、でその 2,3 枚は、うん、自分の日常の自分の行動の範囲を考えて選ぶと、はいはい、流通系、銀行系、交通系、石油系の4つの中から、はいはい、でその中からじゃあ流通系とか例えば決めたとしたら、うん、次には還元率を見ると。そうですね、で還元率っていうのは、はい、年会費も含めてちょっと比較してみて、はい、決めるということですね。はい、はい、年会費かかる場合はとにかく元が取れるかどうかがポイントってことですね。お、はい、なるほど、はい、もうメーカーうるこじゃないですか。はい、じゃあちょっとクレジットカードの、ね、はい、このテクニック、はい、なんかうまく貯めていくような方法っていうのを。そうですね、はい、固定費をクレジットカード払いにするっていうのが大きいの。おお、なるほど。今の水道とかの公共料金結構カード払いとかできるじゃないですか。はい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 、あとは保険に入ってらっしゃる方結構多いと思うんですけど、うんうんうん、今保険料もクレジットカード払いで、うん、いや支払うことができるので、なるほど、それで結構ポイントが貯まる確率っていうのは高いんじゃないかなと思いますね。はい、なるほど、うん、じゃあポイントも貯まって、はい、じゃあクレジットカードでの支出管理っていうのをうまくやるためにはどうすればいいですか。うん、これがね結構難しいよね、はい、で金買う月と請求月はずれたりするじゃないですか、はい、そうですよね。そうなんですよ、なんか自動でこう入ってくるようなやつありましたよね。これなんか回し物みたいですマネーフォワードマネーフォワードいいですよね、はい、マネーフォワードあれいいですね、はい、あれも私も使ってるんですけど、はい、あれ使うと途中で、あ、こんなにお金使ってるんだクレジットカードでっていうのが見える化できるので、はいはい、結構ねあれ抑制効果になりますよ。抑制効果になると、はい、あれ見える化することがやっぱり重要だなと思いますので、うん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 、マネーフォワードの家計簿アプリいいですね。なるほど、使って、はい、はいはいはい、じゃあ全部 の, その保険料とか固定費とかも全部クレジットカード払いにしちゃって、でそれの支出管理はマネーフォワードを使えばいいと、うん、はい、じゃあクレジットカード選びからそれの管理まで完璧な感じで、はい、完璧な、そう、マネーフォワードさんスポンサーついてもらいましょう。なるほどね、はい、そうですね、はい、うん、じゃあ高山さんは、うん、その例えば先ほど流通系のカードをお持ちっていうことだったんですけども、はい、そのカードで公共料金とかも全部設定しちゃってるんですか。いや、公共料金はね、はい、セゾンカードでやってます。へー、それであと、保険料もそのセゾンカードでやってますね、はいはいはい、支出系は全部そちらの方で、はい、なるほど、集中させていまして、はい、まあ、そのゴールドカードの方はもうこう使ってポイント貯める専門ですね。なるほど、買い物の方専門。じゃあそういう風に分けてもいいんですね。そうですね、はい、まあ、もちろん一つにまとめちゃった方が一番ポイントは貯まるんだけども、はい、とりあえず、まあ、分けて考えるっていうこともやって、私はやっちゃってるんですけどね、必要かなということですね、はいはい、で先ほどのマネーフォワードだったらどちらのクレジットカードも連携できると。そう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 、なるほど、はい、ね、ちょっとマネーフォワードさんの、ね、宣伝もさせていただきましたね、はい、回し物じゃないですけど、回し物じゃないんですけど、はい、まあ、そういう形で、はい、ね、大丈夫でしょうか、カステラさん、はい、カステラさん、ね、じゃあもう一回まとめていただいていいですか。はいはい、はい、もう一回ですか、はい、クレジットカード選ぶ上でのポイント、はい、これまず一つ目は、2分の日常の、まあ、行動範囲を考えて、はい、ライフスタイルに合うものを選ぼうということ、うん、それから、クレジットカードはポイントがそこがどれだけ貯まるかっていうのも大事なんだけど、還元率、うん、ポイントの還元率も、ちゃんと確認して入ろうね、うんうん、ということですね、はい、あと固定費なんかも、あ、そうか、あと年会費か、はい、年会費はかかる場合には元が取れるかどうかっていうのをちゃんと確認して入りましょうということですかね、うん、はい、なるほど、はい、で、カードは 2,3 枚にすると、はい、で今言った、ね、点で持ってないなと、クレジットカード持ってないなという方は、うん、もう解約していただいて選び直した方がいいのかなと、うん、それぐらい大事なことなのかなと思いますので、はい、塵も積もれば山となるということは本当にその通りだと思いますので、はい、まあ、ぜひカステラさん含め皆様、はい、ね、ご対応いただければと思います。、はいはい、というわけで、はい、お時間も来てしまったということで、あっという間ですね、あっという間ですよね、はい、はいはい、では、はい、頼藤大樹と高山和恵がお送りしました。またね、またね、 See you。 ではここで、はい、
本の宣伝をさせてください。本の宣伝、はい、はい、10月の5日にですね、はい、新刊、一番わかる確定拠出年金の基本のキーという書籍が発売になります。イエーイ、はい、出版社はスタンダーズ、はい、スタンダーズ社さんで、はい、この本はですね、うん、2017年1月から、うんうん、確定拠出年金の、まあ、法律が改正されまして、はい、まあ、今個人型確定拠出年金ってイデコと言うんですけども、はい、これはですね、はい、あの国民の全員が入れるようになったと、はいはい、まあ、正確には国民年金保険料を払っている方であれば誰でも入れるようになったと、はい、なるほど。だからサラリーマンでも、はい、公務員でも、はい、フリーターでも、はい、フリーランスでも、はい、主婦でも入れるということで、はい、で、個人型確定拠出年金っていうのは、まあ、なんだよっていうところがあると思うんですけども、はい、これはですね、老後資産を作る最強の制度と、もう個人の方はこれやってほしいっていう制度ですよね。そうなんですよ、はいはい、でそれをですね、まあ、何がお得なの、どうして使うべき、どうやったらいいっていうのを、オールカラー豊富なイラスト図版で基本から詳しく解説した本になっております。はい、もうこれ超初心者向けですよね。そうなんですよ、はい、もう可愛いね、はい、イラストがいっぱいありますので、はい、ぜひお買い求めいただけたらと思います。はい、定価はですね1500円となっております。はい、はい、ぜひあの書店に、はい、まあ、確定拠出年金コーナーとかありますのでありますね、はい、見つけていただいて、はい、あの買い求めください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。宛先は info@moneyandyou.jp info@moneyandyou.jp までお寄せください。この番組はマネー&ユー頼藤大樹、高山和恵、制作リベラミュージックでお届けしました。こんにちは。こんにちは。ゆるーくマネーについて語るラジオ、マネラジー。はい。はい。始まりました。9回目と。9回目。おー。10回目の大台まであともう1回と。おー、はい。結構頑張ってやってますね。はい。はい。この番組は、はい、ゆるーくマネーについて語るラジオ、マネラジーということで、はい、ちょっとしたことから深い話まで気軽に友達と話す感覚で、うんうん、はい、まあ、ゆるくです ね、 そうですね、お金や人生について語ろうじゃないかというポッドキャストです。はいはい、で通勤中とか休憩中、寝る前、朝食中ですね、などに、まあ、気軽に聞いていただければなと思います。はい、まあ、本当に気軽にゆるくね、はい、聞いていただければいいですよね。ですよね、はい、でこのね、この番組は結構筋書きがない、はい、ね、全く、まあ、テーマだけ決まっていて、そうですね、はいまあ、ほとんどアドリブ全開でねやってる番組ですので、はい、というわけで、はい、はい、ではですね、はい、9回目のテーマなんですけども、はい、まあ突然ですけどもね、はい、あのお金を使うと減る増えるどっちというようなね、はい、考え方、お金の使い方の考え方、はいはい、をテーマにして、なるほど、はい、お話ししていこうかなと思うんですけども、はい、ね、ついこの間も高山さんがそんな記事を書かれていたということで、はいはいはい、どういうことですかね。まずじゃあお金を使うと、うん、お金は減ると答えた、まあどうするんですかね。まあ僕は、まあ、増えることもあるかなと思うんですけどこれでもね、ほとんどね、はい、お客さんにね、お金を使うとお金減ると思います、増えると思いますって聞くと、はい、8割9割の人が減るって答えるんです。ほう、8割9割が、はい、うん、なるほど。だってこう普通に、だってこうジュース買ったら100円やっぱ取られるし、コンビニで買い物したら普通にお金って減っていくじゃないですか。なるほど。なのでお金を、この質問をすると、もうはーって顔する方が多いですね。お金使うと減るに決まってるじゃないっていう人たち、決まってるじゃない、何言っちゃってんのっていう、あ、なるほど、そういう感じの人がほとんどですよね。そういう人たちはどんな、はい、なんですか、なんていう呼び名があるんですか。呼び名があるっていうか、まあ、そういう方たちはですね、はい、一応あの脳のね、考え方としてなんですけど、はいはい、消費脳と、消費脳、はい、
消費する脳、はい、と言っていまして、はいはいはい、そういう方たちは、まあ、お金を使えばお金が、まあ、こう減っていくだろうと。なので、はいはい、お金を減らさないためにはなるべく節約しなくちゃっていう、あ、なるべく使わないようにしなきゃ。あ、でも節約の方に行っちゃうんですね。そう、それを消費脳と言っています。消費脳、はい。まあ、もちろんあれですよね、無駄遣いせずに節約することは大切なんだけども、うん、もちろん大切なんですけど、今の世の中を見ろと。今そうだから、ね、給料も伸びないし、少子高齢化で人口減少、そう、年金出るかどうか分からない、分からない、はい、そして物価も上昇して、はい、お金の価値がどんどん減っていく、減っていく、そんな中貯蓄だけでいいんですかって話ですね。そうです、マイナス金利も突入しました。突入しました。まだね、私たちの普通預金の金利は、はい、ね、かろうじて 0.0001 か、0.0001、はい、ね、はい、パーセント多すぎて分かんない。だからほとんどお金増えないってことですよね。等しいですよね、うん、そんな中でやっぱりこう節約だけやっていくっていうとすごい限界があるんじゃないかなと思いまして、でもそもそも私は節約全然できないんですよ。おお、好きじゃないので。なるほど、ええ、まあでもやろうと思えばできますけど、まあ、それはしょうがないんでね、はいはいはい、やろうと思えばできるんですけど、やりたいかやりたくないかと言われたら、はい、まあ、そんなに頑張ってやりたくないと。そうですよね、心を貧しくさせる、そう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 、行動になってしまうんで、はいはい、だとしたらお金を使えばお金は増えるってい う, こう発想を転換すれば、はい、もっとこうお金に対してポジティブになれるんじゃないかなってことなんですね、はいはい、なるほど、はい、あ、じゃあ消費能になってしまってるのは日本人の多くがなってしまってると、うん、そう、それは昔から節約貯蓄しろって言われてるってこともあるし、あるしってことなんですけど、はいはい、でやっぱ今 の, そのいわゆるこう億万長者と言われてる人たちは、はいはいはい、これは消費能じゃなくて投資能なんだって言うんですよ。 お金を使えば使うほどお金は増えていきますよっていう発想なんですね。お、投資能、そう、つまりお金は価値があるものにお金を使えばさらに増えるじゃないっていう、そういう考え方なんです、ね、なるほど、素晴らしい考え方ですね。素晴らしい考え方ですよね、はい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 、これお金持ちの人はもう確実にこれ、なるほど、はい、ってことはみんなが幸せになるから自分も幸せになるっていう考え方ですよね、うん、はい、あ、そう、そういうことですよね、はい、で節約っていうのは、う、ね、はい、自分がちょっと我慢すれば増えるかもしれないみたいな、うん、まあ、増えるっていうか少なくならないかも、そうそう、少なくならないかもっていう方ですかね、になってしまうので、考え方が全く逆ですね。逆ですよね、はい、でこういう考え方を、まあ、投資のみたいな考え方をしてると、じゃあ価値のあるものってなんだろうってこう思考するようになるんですよ。お金を増やさなきゃいけないので。なるほど、そう、価格と価値、そう、価格と価値ですよ。だって世の中には結局価格が、はいはい、価値がどんどん上がっていくものにお金を使わないとお金って増えないですよね、はい、その通りです。ですよね、はい、じゃあどうなのかって、価格と価値を比べた時にこ の, あの価格の割には、あ、この価値がある割には価格が安くなってるなっていうものだったら、これ将来増える可能性あるじゃないですか。なるほど、なんかそういうものを探していくっていうことが大事ってことですね、うん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 、例えばまあ投資っていうから、はい、まあ、その株とかイメージつけやすいんですけど、株以外もあるんですよね。わかりやすいですけどね、はいはい、例えば、よくあの古いもの、骨董品屋さん行ってみたりとか、なるほど、ヴィンテージ、そうそう、ヴィンテージのものとかだと、はい、やっぱ年々これって年を重ねれば重ねるほど価値が上がっていくものってあるじゃないですか、うんうんうん、で皆さん古本屋さんとかって行ってみたことあります？ありますよ。ありますかね、はい、あれって結構神保町とかの古本屋さんとか行ったり、本屋さんいっぱいありますもんね。ありますよね、はい、ああいうとこ覗くと室町時代の絵本とかが売ってるんですよ。おー、そうするとそういうのっていくらぐらいなんですか？あれね、私がこの間見たのはね1600万だった。マジっすか？そう、すごくないですか？そっか、なるほど。そう、それは時間が経てば経つほどどんどん上がっていくんですかね、ヴィンテージものっていうのは。そうですよね、はいはい、あとワインとかワインショップとか行くと、はい、結構昔からのヴィンテージもののやつだと数百万円のワインとかも、なるほどね、売られたりしているので、まあこれ今のは極端な例ではありますけど、まあでもそうやってこう年々価値が上がるだろうなって思うものだったり、あとさっき言ったの株式投資、そうですよね、よく割安割高ってあるじゃないですか、うん、はいはいはい、企業の価値がすごい高いのに株価が安いっていうのはこれ買いですよ。買いですね、はい、うん、なるほどね、うん、うん、まあでもなかなかこの価格と価値の違いを 見極めるのって難しいですよね。これはちょっとねトレーニングが必要ね。だからヴィンテージがいいからって、はい、じゃあ家ってどうなんだっていうと違うじゃないですか。まあそう、これは難しいですよね、はい、例えばマイホームとかどうでしょう。これマイホームはね、数十年前に購入したマイホーム、価値がありますでしょうか？これはね、はい、ほとんどの
申し訳ないんですけどないね、ほとんど亡くなってる方の方が多いと思いますし、買った時がね4000万新築で、はい、特に新築はやっぱりまずいですよね。買った瞬間に1000万円下がるって言われますからね。そう、4000万は3000万になるんですよ。なんででしょうか。それはですね、はい、やっぱりモデルルームとか、うん、そういう広告を結構使ってるんですよ。そう新築マンションもね。そうなんですよ。だからもともと価値がないものを4000万で売ってるっていうことなんですよ。なんか上乗せして乗ってるんですよね。そうなんですよ、価値よりも高く価格を根付けてるから、そう買った瞬間にもともとの価値の値段に下がってしまうってことですよね。だ3000万ぐらいのやつを4000万で売ってるから、うん、新築を買った瞬間に下がってしまうと。そうですね、そういう考え方ですよね。だいたいね、物件価格の、ね、約2割ぐらいが広告宣伝費らしいんですよ。そのそうなんですよ。そういうこうモデルルームとか、あと広告とかね、結構綺麗なの入ってくるじゃないですか、新聞とかに。そういうのに乗ってくるので、うん、もう本当に4000万で買ったものが次の日からもう3000万ぐらいになっちゃうっていう、そういうことですね。そういうの買ったら当然お金は減るっていうことじゃないですか。なるほど、うん、じゃあお金を使って、うん、お金を増やすっていうのは価値があるものにお金を使うということが重要。重要です。それが、投資の。投資の。じゃあお金持ちの多くは投資のと。投資のですね。いうことですね。はい。で、お金持ちが投資のなのは当たり前と皆さん分かるかもしれないんですけど、はい、でもじゃあお金持ちになるまでの過程でどういうふうに変わっていったのかってあるじゃないですか。あ、はいはい、じゃあ今消費能の人たちが投資能に切り替わればお金持ちになれるっていう、うん、はい、これは大丈夫ですか。これ大丈夫です。合ってますですよね、はい、やっぱそれにはでもね、トレーニングが必要なので、うんうん、あの普段のこう買い物からやっぱり気をつけていくことが大事なんですよ。なるほど。例えば、まあ、洋服買おうかなと思った時に1万円で売ってましたと、はい、じゃあこれは本当に1万円の価値があるのかどうかとか、うんうん、本当はなんか1万円って言ってるけど、まあ、例えば1万5000円の価値があるのに1万円で売ってたって言ったら、これはいいお買い得ですよね、うんうんうん、でも8000円の価値なのに1万円で売られてたら、これ買わない方がいいじゃないですか。なるほど。あの価格当てゲームとかっていうのを自分の中でやってると、はいはいはい、値段とその価値の見極めっていうのがついてくるっていう。なるほど。じゃあまず値札を見ないで、はい、これは5000円ぐらいだなと思って、はい、そう見ればいいですね。そう見て、それが8000円だったら、うわやめようって。そうそうそう、こんな感じ。そんな感じ。これは本当掘り出し物だと。そう、8000円でも買いたいと思った時に、うん、そう5000円だった時はシャーみたいな感じ。あ、そうそうそう、そんな感じですね。 なので普段から価値と価格を考える習慣をつけるってことが大事。なるほど、すごいですね、はい、あ、うん、そうやって考えて、そうやって考えると。なるほど。じゃあバーゲンとかっていうのはどういうふうに考えればいいですか。ちょっと話ずれるかもしれないんですけど。バーゲン、はい、あれはね、高山さん買い物好きっていうのそういうのも価格と価値を見極めて、はい、そう購入してるってことですかね。バーゲンで、はい、そうですね、はい、バーゲン、そうそう、だからな、 でもね、バーゲンになるにはなんでバーゲンになるかっていう理由があるじゃないですか、はい、ちょっとこう流行り物じゃないくなったからとかっていうのがあるんで、うん、でも流行り物じゃなくなったとしても、はい、別にいいですよね、はい、いいって割り切れればいいと思うので、はいはい、まあ、そういう、 こう、まあ、理由なんかもいろいろ考えながら買うってことですかね。うん、価格と価値を見極める。そう、まあ、ちょっとバーゲンのところは、うん、もうでも価格と価値見極めて買ってくださいと、はい、でバーゲンの話になると、それプラス自分にとって本当に必要かどうかを考えて、あ、そうそうそう、やりがちなんですけどね、お金を使うってことですよね。バーゲンだから買っとかなきゃっていうね、そういう心理が働いてしまうんで ね、はいはいはい、そこはお気をつけください。そうなんですよ、はい、で、まあ今ってリクルートのが始まりましたからね、はいはい、就活が始まったじゃないですか、はいはい、スーツ2着買えばもう1着はなんか1000円とか1万円とか安い時あるじゃないですか。そうそう、でそれだから2着分買って3万円で買ってくださいと、うん、そうそうそう、いう時ありますよね、はい、はいはい、だから1着は本当は2万円ぐらいで、うん、2着買えば4万円だったのが3万円で買える、うん、はいはい、だからちょっとお買い得だよっていう感じなんですけど、はいはい、それどうですかね。じゃあ2着本当に必要なのかどうか。まあそうですよね、そうお買い得だからっていう感覚じゃなくて、うんうん、そこもあれですよね、価格と価値を見極めて。まあそうですね、はい、惑わされないで、惑わされないってことですよね、はい、本来2万円のものが2着買えると、はいはい、3万円で、うん、合計すれば4万円なのをそれ3万円で買える、うん、でそれ2着、はい、っていうのと、うん、じゃあ最初から3万円のもうちょっといいものを
買うっていうのは、はいはいはい、どっちがいいかですよね。そう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 。っていうことですよね。そう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 、はい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 、そうそうそういうことです。価格と価値を見極めると。そう、価格と価値を見極める。でこれ結局このトレーニングが将来その今言ってた不動産って大きい買い物になるじゃないですか。うんうんうん、で誰もがやっぱり最終的にこうマイホームをまあ買うっていう。ねまあはいはい、まあちょっと時代が変わってきてるかもしれないけど、まあ、昔は結構マイホーム買う人も多かったと思うんですね、うんうん、あと今流行りの不動産投資っていうものもあると思うんですけど、はいはいはい、それって結局物件を見極められる価値が見極められるかどうかなで成功するかどうかっていうのは結局決まるんですね。なるほど。で不動産は金額が大きいから一回失敗するともうリカバリが効かないんです、はい、そうですよね、はい。最近不動産投資僕らおすすめしてるわけですけども、はい、あれもだってあの、はい、価値のないあの物件に投資したって全然ダメじゃないですか。はい、その通りだと思います。ですよね、はい、でも巷では価値のない不動産投資をどんどん進めてる業者もいっぱいいるよね。やってますよねあんまりこういうこと言うとあれだけど、まあそうですよね、いっぱいいるじゃないですか、はいはいはい、で引っかかっちゃってる人いっぱいいるわけですよね、うんうんうん、なのでやっぱりそこはちゃんと自分で見極められるっていう、うん、あの力がついていれば、はいはい、業者にも引っかからないし、なるほど、資産形成本当にできるよって話です。はい、じゃあちょっと不動産投資に話になっちゃったんで、はい、それの価値の見極め方をちょっとなんかこれだといいよみたいな、うん、不動産投資の物件を選ぶコツというか。あでもねこれは難しいんですよね。まあでもポイントをなんか、はい、地域とかでもあの成功セオリーって結構都会で駅から近くてとかっていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、でも結局それってあの競合物件がどうなのかとか、はいはい、やっぱいろいろあるし、はい、あのこれってのは難しいんですけれども、はい、ただそれも物件もいっぱい見てくると分かるようになってます。要は、うん、あの価値があるっていうのは人がちゃんと住んでくれるかどうかの一言に尽きるのかなと。まあでも安定して不動産投資に限っては、まあ、そうですね、はい、安定したこう家賃収入を得るってことが重要なので、そうだから人が住んでくれるかどうかっていうところを見ればいいので、うん、だからじゃあまず男性が住むとかじゃなくて女性が住めるんだったら男性も住めるっていう感覚 で、はいはい、じゃあ女性が住めるような物件どうだろうって考えると、うん、価値が高くなってきますよね。はいはい、それはありますよね、はい、そうそういうふうにして、うん、住んでもらえるような物件っていうのを探す、うん、そういう視点ですね、はい、で自分が住むっていう視点じゃなくて、そうそう、はい、人が住めればいいので。自分は住まないと思っても人が住むって場合ってありますよね。そうですよね。結局そこの視点が大事ですね。はいはいはい、ということですね、はい。まあ、ちょっと不動産投資のことはもうちょっとね別の回で話すということで。あ、そうですね、これは語りたいことはいくらでもありますのでね、はい、ということで、はい、じゃあちょっとまとめを、はいはい、投資の消費能のまとめをお願いします。はい、はいはい、お金を使うとお金は減るよって考え方、はい、これ消費能と言いますね、はい、でこれ消費能になっているうちはお金をいかに減らさないか、こう節約するかっていうそっちの方に行ってしまうので、うん、まあ、なかなかこうあるものでいかにこうちんまりと生活するかっていう思考にしかならないということになっちゃうんですね。はい、なのでできればお金持ちの人が実践しているお金を使うとお金が増えるっていう、これは投資脳って言いますけど、うん、そっちの脳の方を皆さんもどんどん、こういう考え方を身につけていくといいんじゃないかなっていうことですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ高山さんはもちろん投資の、もちろん投資のですね、はい、僕も投資のガンガンしますけども、はい、まあ、投資大好きですよね。はいはいはい、というわけでね、はい、本日もお時間が来てしまったということで、早いですね、はい、はい、では、頼藤大樹と高山和恵がお送りしまし ました。またね、またね、 See you。 ではここで、はい、本の宣伝をさせてください。本の宣伝、はい、はい、10月の5日にですね、はい、新刊、一番わかる確定拠出年金の基本の木という書籍が発売になります。はい、イエーイ、はい、出版社はスタンダーズ社さんで、はい、この本はですね、うん、2017年1月から確定拠出年金の法律が改正されまして、はい、まあ、今個人型確定拠出年金ってイデコと言うんですけども、はい、まあ、これはですね、はい、あの国民の全員が入れるようになったと、はいはい、まあ、正確には国民年金保険料を払っている方であれば誰でも入れるようになったと、はい、なるほど。だからサラリーマンでも、はい、公務員でも、はい、フリーターでも、はい、フリーランスでも、はい、主婦でも入れるということで、はいはい、で個人型確定拠出年金っていうのは、まあ、なんだよっていうところはあると思うんですけども、はい、これはですね老後資産を作る最強の制度と
もう個人の方はこれやってほしいっていう制度ですよね。そうなんですよ、はいはい、でそれをですね、まあ、何がお得なの、どうして使うべき、どうやったらいいっていうのを、うん、オールカラー豊富なイラスト図版で基本から詳しく解説した本になっております。はい、もうこれ超初心者向けですよね。そうなんですよ、はい、もう可愛いね、はい、イラストがいっぱいありますので、はい、ぜひお買い求めいただけたらと思います。はい、定価はですね1500円となっております。はい、はい、ぜひあの書店に、はい、まあ、確定拠出年金コーナーとかありますのでありますね、はい、見つけていただいて、はい、あの買い求めください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。宛先は info@moneyandyou.jp info@moneyandyou.jp までお寄せください。この番組はマネー&ユー頼藤大輝高山和恵制作リベラミュージックでお届けしました。こんにちは。こんにちは。ゆるくマネーについて語るラジオ、マネラジ。はい。祝10回ということで。おお、すごい、10回。ありがとうございます。はい。この番組はですね、はい、ゆるくマネーについて語るラジオ、マネラジということで、はいはい、ちょっとしたことから深い話まで気軽に友達と話す感覚で、ゆるくお金や人生について語ろうじゃないかというポッドキャストです。はい。もう本当に毎回ゆるくやっておりますよ ね、はいはい、もう通勤中休憩中とか寝る前、はい、まあ、朝起きた時とかに、ね、はい、あの気軽に聞いていただければと思います。はい、はい、気楽に聞いていただきたいですね。はい、はい、では本日のテーマは、はい、性格別、あなたに合ったお金の貯め方増やし方はというところで。なるほど、はい、はい、どうでしょう、結構面白いテーマじゃないですか。面白いテーマですね。自分たちで、ね、言ってる感じですけども、はい、はい、最近マネー相談で多いのがね、うん、やっぱりお金を貯めたい増やしたいという相談だと思うので。すごい増えてますよね。そうですよね、はい、でお金を貯めるとか増やすっていろんな方法あるじゃないですか、うん、はい、でまあね、一般に言われている先取り貯蓄なんていうのは、うんうん、まあ、みんなできるかもしれないですけども、はい、まあ、他の貯め方増やし方っていうのは、うん、やっぱり自分の性格に合っているかどうかとか、そうそう、考え方に合っているかどうかっていうのは大事なのかなというところで、はいはい、じゃあその点ちょっと解説というかお話ししていただきたいなと思うんですけども高山先生お願いします。そうですね、はい、あの結構ねやっぱお金貯めるとか増やすって言ってもいろいろな方法があるんですけど、うんうん、あの結局ね、あの正確にあの合ったようなことをやらないと長続きしないんですよね、はいはい、うんうんうん、それがやっぱり一つポイントになっているかなと、はい、でまあいろいろなタイプがあると思うんですが、はい、一応ねあの堅実タイプとか、ああ、高山さん何タイプなんですか。私、はい、私なんだろう、堅実じゃなくてミーハータイプ。ミーハータイプ、そうだから株式投資すごい得意だから堅実タイプとか積極タイプとかいろいろあるってことですか。そう、いろいろありますね、はい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 、あるんですけど、あと浪費家タイプとか、浪費家タイプ、はい、いろいろあると思うんですけど、はい、でもあの堅実タイプの方は、はい、あのお客さんでも結構いるんですけど、はい、皆さんすごくこうきちんと家計簿つけていたり、お金の管理すごいしっかりしてるんですよね、はい、でその方たちの、まあ、特徴をこう、まあ、見ているとですね、はい、あの今ゆるふじさんが言った先取り貯蓄、先取り貯蓄、本当に毎月のお給料からもいくら貯めようっていうのをちゃんとちゃんとこうお給料が出たら先にこうその分を貯蓄するっていう先取り貯蓄をやっていて、で、はいはい、だいたい傾向を見てるとボーナスも半額以上貯めてますね。お、結構貯めてますね。そう、貯めてるって。じゃあ60万もらってたら30万はそう、お、貯めているっていう。ちなみに先取り貯蓄は給料の 何割ぐらい。あの、ね、理想はね2割なんですよ。2割ってことはじゃあ30万だったら6万円、うんうん、そう、はいはい、でそれをだから、2割を5年間やると、うん、あの自分の年収分になりますので、お、一応それが一つこう目安には。お、もう一度お願いします。はい、あの給料の手取りの2割を5年間貯蓄すると自分の年収になります。お、はい、
なるほど、はい、それを一つの目安にしていただこうしていただきたいと思うんですけど、はいですね、ただ堅実タイプの方はもうあの目標もしっかりする方が多いので、うんうん、2年後に海外旅行に行きたいから100万円貯めますと、はい、でそのために今からいくら貯めておけばいいと、でそれを先取り貯蓄でやりますっていう感じの方が多いんですね。あでポイントはそういう方たち見てるとちゃんとこう普通口座生活費口座とあの貯めるための貯蓄口座を分けてる。あじゃあ2つの口座を持ってるってことですね。そう2つの口座を持ってきちんと分けてる人が多い、はいはいはい、っていうのが、じゃあもう給料出た瞬間にすかさず口座分けてるってことですね、うんうん、そうちゃんとこう貯蓄用の口座にきちんとこう貯めれるっていうことですね。すごいですね、はい、ってことはじゃあその時給料日が楽しみでニヤニヤしちゃってるでも堅実タイプの人は基本的にはまあ、ね、はいはいはい、やっぱりお金の管理好きってことはそういうことですね。まあそうですよね、お金数えたり、はい、そうそう、うんそういうことが多いかな。これあれですよね、夏休みの宿題をやってるタイプとすれば、はい、堅実タイプの人はもう最初から予定通り一個ずつやってる、こなしてる人たちってことですね。そうそう、そういうことですね。これ分かりやすいですね。分かりやすいですね。ゆるいさんどうですか、夏僕は。宿題やってました？あの低学年の時はギリギリでしたけど、はい、やっぱりなんか早くやっとかないと気が済まないみたいなタイプなので。なるほどね、せっかち。だから僕は予定通りよりも結構前倒しでやっちゃうタイプかもしれないですね。なるほどね、はい、一番嫌がられるタイプですよ。嫌がられるんですか？いやだからそれより早く終わらせて自分の好きなことをやりたい。なるほどね、それ大事な考えですよね、はいはい、なるほど、はい、うんうん、はいはいはい。で結構ねこれあのお金がたまらないズボラタイプの方っているじゃないですか、はいはいはい、その方って結構あの普通預金にたまってるお金がこれがもう貯蓄口貯蓄っていうふうにイコールになってるんですよ。ああなるほど。そうそう、別に普通口座にあるもんみたいなこと言っといて、はいはい、結構使っちゃうとほとんどないじゃんっていうパターンが多いんですね。なるほど、はい、じゃあそういう人たちは結局自分が毎月いくら使ってるのかも分かってないし、そうそうそう、いくら貯めているのかも分かっていない。そうでさらに残高も把握してないっていうケースがあるんじゃないですかね。そう、なるほど。そう、それが結構浪費家タイプとかズボラタイプの方に多いですね、はいはい、なるほど。そうあっていうことは、はい、夏休みの宿題で言うとそうギリギリになってやってた人たちかな。そう、そういう傾向にある人が多いんじゃないかなって思いますけどね。っていうことですよね、うん、そう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 、はい、ちなみに堅実タイプの人は、はい、投資とかもなんかやってるんですかね。あのね、堅実タイプの方たちはね、はい、やっぱ傾向として見ていると、金融商品も堅実なものに預けてる。なるほど。ということは定期預金とか、あの日本国債、個人向け日本国債とか、なるほど。あとは、うん、まあ MMF とか MRF とか。まあそうですね、あと、まあ、MMF はもう召喚されちゃいましたけどね。そうですね、はい、でも投資信託でもそう、そんなリスクの高くないもの、うんうん、投資といってもっていうものに預けている場合が多いかなとは思いますけどね。うん、なるほどですね。ただ定期預金も今本当にかなり金利が低いので、はい、できれば、まあ、ビビたるものですけどネット銀行とかネット銀行の定期預金とかそうとかだと、はいはい、まあ、若干一般の店舗型の銀行よりも金利が高いので、うんうん、まあ、そういうものも利用してもらえるといいのかと思いますけどね。じゃあ貯蓄用の口座はネット銀行の定期預金を利用すると、はい、はい、だいたいどれぐらいなんですか？ん？あの利率。あれ、まあね、0.05% くらいです。ああ、なるほど。でも50倍ぐらい。そうね。あるってことですか？そう、あの普通の定期預金。普通の店舗型の。メガバンクの、定期預金とかだったら5倍か。そう、5倍ですね。普通預金の金利と比べると50倍。50倍ってこと、はい、ってことですね。そう、そうですね。うん、まあ、ビビたるものなんですけど、まあ、じゃあでもまあこうやってちょっとでも金利の高いものに、うん、あの預け替えていくってことも大事かなというところですね、ポイントは、はい、うん、ちょっと個人向け国債の補足もお願いしたいんですけど、あ、はいはい、はい、これ個人向け国債は、はい、まあこれ1万円から買える、うんうん、あの国が発行している債券になるんですけど、うんうん、これ個人の方に向けたあの商品になりますね、うんうん、でまあ銀行とか郵便局とかで買えるんですけど、はいはい、これあの固定金利型、ね、3年満期5年満期のものと変動金利型のものがあります、はいはいはい、でもこれ今どれもね 0.05% くらいかな、まあ、最低保証の利率になってますよね。はい、まあ、それもマイナス金利のせいでってことですよね。影響を受けて金利、まあね、あまりなんですけど、まあ、ただ変動金利型っていうものであれば、うん、これあの金利が上がってくれば、うんうん、あのそれに合わせて金利も変動になりますので、うん、まあ、固定よりも変動金利の方がまだいいかなと。まあ、そうですよね。だから将来金利が上昇するっていうのも、はい、まあ、リスクヘッジができるということですよね。はい、はい、うん、でまあ、一応1年経過していればいつでも中途解約換金することができて、うんうん、基本的には元本も割れない
商品になるので、うんうんうん、はいはいはい、まあ堅実タイプの方はいいかなと思いますけどね。なるほど、はい、はいはいはい、まあという感じで堅実派タイプを、うん、ズボラな浪費家タイプの方たちは見習ってくれみたいな感じですね。そうそうそうそこ難しいんだけどね、性格が違うからね、難しいんですけど、はいはい、まあただそう見習えるとこは見習って、うん、まずはとにかく貯蓄口座と普通口座の生活費口座を分けるってところからやってほしい、うん、まあだからいいところは、ね、うん、盗めばいいんですよね、他の人から。そうで自分も同じようにやると。そうそう、うん、はい、ということはじゃあ浪費家タイプの皆さんは、うん、まあ、先取り貯蓄まずしましょうねと、うん、で口座を分けましょう、はい、っていう感じですかね。そうですね、はい、うん、あとまあ貯蓄型の保険っていうのがありまして、うん、今実は保険でも貯蓄できる機能っていうのがあるんですけど、はいはいはい、それだと定期預金の金利よりも高い利率のものもありますの で、うんうん、であれも結局保険料毎月払ってれば貯蓄できるよっていう仕組みじゃないですか、はい、だからズボラな方にはもしかしたらいいのかもしれない。なるほど、保険料をきちんと払えば貯蓄が将来に向けてできるっていう、はい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 、そういうものなのでね。なるほど、はい、じゃああとは積極タイプみたいな。あ、積極タイプ、まあはい、この方たちは本当ポジティブ系の方たちですね、はい、アグレッシブな方たちなので、はい、まあ投資とかにはトライしてみてもいいんじゃないかなっていう感じがしますね。常日頃こう自分の時間もお金も投資してる人たちなので、はい、金融商品にも投資してみるっていうのもいいのかなと思います。なるほど、はい、まあ、自己投資と、はい、まあ、投資も結構積極的に株とか、うん、債券投資信託だったり、はい、FX も、まあ、FX どうなんですかね私はFX はおゆうさん結構やってますけどどうですか、はい、まあ、だからその積極タイプの人もそのまあね、積極的に投資のリターンを狙いに行っていいんですけど、はい、でもやっぱりそこは堅実派タイプの人たちを見習って、はい、まあ、堅実にする部分、うん、そこをコアにしつつちょっとあの遊びの部分、うん、まあ、サテライトの部分で、はい、積極的に株とかリスクを取りに行くと、はい、そういうなんかコアサテライト戦略っていうんですけど、うん、はい、まあ、そういうものをやればいいのかなと、はい、うん、で堅実派タイプの人たちは、まあ、多分積極的にはあんま好きじゃないと思うので、うん、まあ、コアの部分だけで堅実にお金を増やしていくっていう方法を取ればいいと思いますんで、うん、はいはい、今言ったねコアサテライト戦略っていうのを僕も実践しているものなので、はい、やっぱりそのコアの部分で FX で全額こう投球しちゃうと、それだもう一か八かの世界なんで、痛い思いします。まあそうですね、まあ、なので、やっぱりそのコアの部分は、まあ、長期で積み立てで、うん、もう分散して、うん、はい、そして低コストで、はい、っていう商品を選んで、うん、まあ、コツコツ積み立てつつ、はい、サテライトの部分で株だったり FX、うん、最近だとソーシャルレンディングっていう言葉があったりするんですけど、うんうん、そういうところに投資したりという方法を取ってもいいのかなと思いますね、うんうん、はい、はい、まあ、なのでまあ今聞いたように自分のタイプはどうなのかなっていうのを考えて、はい、で、まあ、他のタイプを見習いつつ、まあ、ちょっと変えていくっていうのがいいんですかね。はい、はい、そうですね、うん、うんうん、なるほどですね。まああとはさっき夏休みの宿題の話もしてましたけども、はい、まあで計画通りに毎日こなす人っていうのはやっぱ堅実派タイプ。そうですね、やっぱり全部通じてるよね、はい、結局自分 の、 あの生活習慣っていうのはお金のにも通じてるかなっていうのはありますよね。はい、まあ、だからそのズボラな浪費家タイプさんは、はい、まあ、少し見直しをしていただいて、はい、まあ、夏休みの宿題だったら最後の最後で慌ててしてたタイプの人たちは、うん、まあ、ちょっと見習わないと、まあ、老後資産何も残ってないよと、うんうん、60歳になった時に貯蓄ゼロだよっていうことが往々にして現れてしまうのかなと思いますので、はいはい、まあ、気をつけていただければなと思います。はい、はい、というわけでちょっとここでお便りをお便りしたいと思います。はい、神奈川県ラジオネームのりぴーさん。のりぴーさん、ありがとうございます。はい、頼藤さん、高山さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは、いつも楽しく聞いています。10月から106万円以上働くと手取りが減るようになりました。理由は社会保険に加入となるからとのことです。一体いくら以上働くと家族全体の手取りが増えるのでしょうか、教えてください、ということなんですけど。なるほど、はい、これ結構最近のご質問の中でも多いですよねそうですよね。106万の壁っていうのがね、はい、
10月1日からできてしまいましたので、ね、そうですよね、はい、じゃあ106万の壁をちょっと説明していただいてよろしいでしょうか。わかりました、はいはい、106万の壁っていうのはまあ、10月1日からね適用になったものになるんですけれども、今までパートとかアルバイトの方とかって健康保険とか厚生年金保険に入るのって130万円以上稼いでれば入るっていうような状況だったのが、今度から106万円以上稼いでる人はそれら健康保険と厚生年金に加入する必要がありますよっていう、そういう制度ですね。まあ、でただし条件が、はい、条件が5条件に該当する方ですよね、はい、そうですね、はい、でその諸条件っていうのは週20時間以上の勤務、はい、それから賃金月額 8.8 万円以上、つまり年間106万円以上、そう、はい、そうですね、そして勤務期間が1年以上を、まあ、雇用されるであろうと見込まれるっていう、はい、ところですね、はい、あとは従業員が501人以上の企業、はい、これらの条件に満たす場合、あと学生でないですね、 あと学生でない、はい、その5条件に、はい、満たす場合、そう、全てに該当すると、うん、はい、で106万以上稼いでることなので、社会保険料の支払いが発生するということですよね、はい、で社会保険料の支払いが発生しているので、まあ、手取りが、ね、103万以下で働いてた時よりも、はい、ガクンと下がっちゃうっていうことですよね。うん、そうですね、なんか毎月なんか健康保険と厚生年金保険合わせて1万5000円ぐらい、あ、そうですね、はい、年間で18万、はい、ぐらいは引かれるっていう状況ですよね、はい、なるほどね、はい、まあ、だからその106万円の壁が該当するからってことなんですけども、はい、まあ、いくらまで働けば、まあ、いいのかっていうご質問だったんですけど、うん、いくらでしょうか。これね、もう中途半端に働くのが一番良くないんですね、はい、うんうんうん、なので、まあ、できればなんですけど160万円以上、ほう、思い切って働くと、そうすると家族全世帯全体の手取りが増えていくよ、はい、というところですね。そうですね、はい、じゃあ160万円以上働かない場合はいくらまでに留めとけばいいんですか。これ103万円の壁ですね。あ、そう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 、はいはいはい、まあ、今配偶者控除っていうのがありますので、はいはい、まあ、配偶者控除っていうのは夫の給料から、うん、はい、配偶者控除っていう所得控除を引いて、はい、所得税を払うのを少なくしてくれるような控除があるんですけども、ね、はい、まあ、それが適用されると。そうですね、はい、はい、ってことですよね、はいはい、でもその配偶者控除もちょっと今怪しい議論がいろいろありますよね。そうですね、それが廃止されるかもしれないと言われてますので。でもまあ今朝のニュースだとなんかそれが延期するかもしれない、うんうん、そう書いてありましたね、はい、あったんで、はいはい、まあ先延ばしになるかもしれないんですけど、いずれにしてもいずれにせよ多分この女性の働き方の改革っていうのは求められると思いますので ね、 ね、はいはい、なのでこのお便りのお答えとしては、うん、まあ、働くんであれば160万円以上働こうと、はい、いうことですね、はい、で配偶者控除がある状況であれば103万円に収めとくと、はい、まあ、でもね、まあ、今後そういうふうにね女性活躍推進っていうのがあるから、うん、まあ、自分がその好きな仕事を見つけて、うん、その人生を楽しむためにお仕事をしてほしいですよね。そうですね、まあ、そうなった時にいくらまで抑えとこうっていう働き方は、うん、まあ、やめてほしいかなと思うのが本音ですね。そうですね、はい、まあ、でもそのためには男性のサポートも重要ですから。まあもちろんですよね、はい、社会制度もね、はい、はいはい、というわけでノリピーさん、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、というわけでお時間も来てしまいましたということで、はい、本日もね長く話しましたけども、はい、はい、より富士大輝と高山和恵がお送りしました。ありがとうございました。 See you。 See you。 ではここで、はい、本の宣伝をさせてください。本の宣伝、はい、はい、10月の5日にですね、はい、新刊、一番わかる確定拠出年金の基本のキーという書籍が発売になります。イエーイ、はい、出版社はスタンダーズ社さんで、はい、この本はですね、うん、2017年1月から、うんうん、確定拠出年金の、まあ、法律が改正されまして、はい、まあ、今個人型確定拠出年金ってイデコというんですけども、はい、これはですね、はい、国民の全員が入れるようになったと、はいはい、まあ、正確には国民年金保険料を払っている方であれば誰でも入れるようになったと、はい、なるほど。だからサラリーマンでも、はい、公務員でも、はい、フリーターでも、はい、フリーランスでも、はい、主婦でも入れるということで、はい、
で、個人型確定拠出年金っていうのは、まあ、なんだよっていうところはあると思うんですけども、はい、これはですね、老後資産を作る最強の制度と。もう個人の方はこれやってほしいっていう制度ですよね。そうなんですよ、はいはい、でそれをですね、まあ、何がお得なの、どうして使うべき、どうやったらいいっていうのを、オールカラー豊富なイラスト図版で基本から詳しく解説した本になっております。はい、もうこれ超初心者向けですよね。そうなんですよ、はい、もう可愛いねイラストがいっぱいありますので、はい、ぜひお買い求めいただけたらと思います。はい、定価はですね1500円となっております。はい、はい、ぜひ書店に、はい、まあ、確定拠出年金コーナーとかありますのでありますね、はい、見つけていただいて、はい、買い求めください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。宛先は info@moneyandyou.jp info@moneyandyou.jp までお寄せください。この番組はマネー&ユー頼藤大輝高山和恵制作リベラミュージックでお届けしました。